近代地公介猿スベりの下にて、猿スベりの下にては、横溝正子の短編推理小説。近代地公介シリーズの一つ。本作は、改造1951年11月号に発表されたもので、角川文庫、殺人鬼と、春陽文庫、本人殺人事件、草原推理文庫、日本探偵小説全集、横溝正子集、角川文庫、 真山マヒが語る横コ助ゾ私のこだわり人物伝に収録されている。本作は、極門島事件の直前を描いた物語であり、ラストが極門島へとつながる形となっている。本作は、近代地公介者の,の一覧を作成する場合に、問題になることがある。それは、本作に登場する、福音社風の男が、 近代地光介であることが最後の産業まで読者に明かされないため本作を近代一光介者として扱うこと自体がネタバレになってしまうからである。1946年9月の初め頃の夕刻のことである。一ヶ谷八万の近所の坂の上で空襲で焼け落ちた自らの屋敷の前に佇む資産家佐伯一郎の前に 河内健造の専友だという福音社風の男が訪れた。その男は河内はニューギニアで戦死したが死の直前まで1943年春頃に起こったある事件について心を悩ましていた。そして福音社風の男が自分と話し合えば事件の謎が解けるという。それにあたって河内はまず佐伯に海という女性について語ってもらってくれという。 ことであった。河内の思惑がわからないまま、佐伯は1942年春頃に自殺した彼女について語り始めた。佐伯は若い夫人の前では口も聞けないほどの極端なガールシャイである一方、女性に対して理想を抱く人物であった。そこで佐伯は大学を出た年、思い切って未来の妻なり愛人なりを自分の手で育てようと決心したのである。 そんな佐伯に選ばれたのが弓であった。弓は母親に捨てられ、父親が死んだ8歳の時に、芸者屋に売られた娘であった。佐伯は9歳になった弓を引き取って、手塩にかけて育て、弓は若く美しい女性へと成長した。そうして成長し佐伯の妻となった彼女の周囲には、いろんな若い男が集まり、そのうちの一人が河内であった。弓と同様に孤児だった河内は、 横浜で育った不良少年で、類いまれな美少年であった。1941年の夏の初め、当時36歳だった妻伯に赤髪が届き、彼は21歳となった妻の弓を4人の友人、河内、ゴミ金之助、志賀九兵、鬼頭淳一に託して戦地に赴いた。そして足にひどい負傷をして、左の膝関節から下を切断され、 義足をはめて佐伯が帰ってきた1942年の春、その一週間後に、弓は服毒自殺を遂げた。遺書も遺言も残されていなかった。1943年の春、佐伯は前日の四人を、弓の命日の二日前から自宅に招き、その命日に一周期の報じを行った。それがある程度進んだところで、佐伯が人を用意しみなに配った。すると、 それを飲んだゴミが死んだ。ゴミのグラスにだけ青酸カリが入っていたのである。最初に疑われたのは人を用意した佐柄であったが、グラスが皆に配られるまでには、幾重もの予見不可能な右翼曲折があったので、すぐに容疑から外された。それでは、青酸カリはグラスが配られてから、混入されたのではということになり、ゴミのそばにいた河内が疑われることになった。さらに河内が、 自分のグラスをこっそりゴミのグラスとすり替えたことも判明した。そのすり替えの理由がグラスに短い髪の毛が浮かんでいたということだったので、もしやそれが毒入りの目印なのではということになったが、グラスが配られる過程を考慮しても、やはり生酸カリは後から混入されたということになった。しかも河内のカバンには生酸カリの入った小瓶があった。河内の疑いは濃厚なものとなったが、 たまたま河内は、用事で事件の前夜から、他の家に泊まっていて不在であり、生産借り入りの小瓶の入ったカバンを、佐伯家に置いたままであった。その不在の間に、佐伯の愛犬のネロが血を吐いて死んでおり、調べると餌に混ぜられた生産狩りによる中毒死だった。その食物は、佐伯家の爺いやが朝起きてから作って与えたものであり、何者かがネロに、 小瓶に入ったものを食物に混ぜて食べさせてその効果を試してから人間に用いたのではないかということになり、そうすると河内にはネロに生産狩りを飲ませることができないことから彼の疑いは晴れた。結局、ジーヤの証言からネロの食物を用意した後ゴミ自身が台所に出入りしていたことが判明し、ゴミの自殺説が浮かび上がってきた。さらに当時のゴミは、 勤めていた、障子会社が潰れて、生活に困窮し、健康も害していたことから、自暴自棄となり、自殺もしかねない状況にあった。そのことから、事件は、ゴミの自殺として処理された。しかし、この解決に満足していなかった河内は、生産り入りのグラスは自分に配られたもので、自身を殺そうとしたのは、佐伯であると専友である福音社風の男に、語っていた。 佐伯の王将中に暴力を持って弓を犯して性病を伝染し彼女を自殺させた犯人は河内であると佐伯は誤解しているのだと佐伯はもしそうだとしてどうやってやったというのかと尋ねると福音社風の男は言った不可能ではありませんもしあなた自身も毒を飲むつもりだったとしたら福音社風の男の推理を聞いた佐伯はそれを認め 河内が弓を犯した犯人と決めつけた理由を話した。美少年で女たらしという偏見と弓が河内の額に接吻をしたのを目撃していたことから犯人は河内以外にいないと思っていたのだった。それを聞いた福音社風の男は河内が生産狩りを持っていたのはゴミこそが弓を犯した憎むべき犯人だと知り復讐のために毒殺しようとしていたのだと語った。佐伯が カくクナに、河内を大嘘つきの犯人だと罵ると、福音社風の男は佐伯が知らなかったある事実を打ち明けた。実は、河内は、弓が2歳の頃上夫と駆け落ちした聖母が産み落とした父親の違う弟だったのである。結局、佐伯は相手を間違えて殺したと思っていたが、偶然ながら、河内と二人がかりで弓の真の仇を打っていたのだった。 福音社風の男が真相を解き明かして去ろうとすると、佐伯は名前を問った。彼は、金大地康介と答えた。そして、金大地は、瀬戸内海のことを、極門島へ急ぐため、去っていった。NHKBS プレミアムのシリーズ横溝静止短編集、金大地康介登場の第3回として、2016年11月26日に放送。演出は、 渋江周平。セリフやナレーションのほぼ全てを原作から抽出した文言とし、ストーリー展開にも原作からの逸脱は特に見られないが、映像からはリアリティを排している傾向がある。例えば、佐伯と金大地が語り合う、屋敷跡の場面はいささか幻想的であり、金大地の風体も現実的でない。また、佐伯と弓の性生活は踊る布団が表現している。 一周期参列者たちの行動は不自然なまでに大げさである。キャスト、ありがとうございます。